皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は皆さんが出品する商品ページに来てくださるお客様の動線、すなわちどのような経路で自分の商品ページまで来てくださるかをしっかりと分析することによって、的確な商品ターゲティングという Amazon のスポンサープロダクト広告をかけるやり方について説明させていただきます。今回の動画をご覧いただくと、なるべく広告費をかけずに、広告貧乏にならずに、費用対効果を高めてピンポイントで広告をかける方法を知ることができるだけではなく、これから Amazon 物販を始めよう、もしくは始めたばかりの方にとっては、ご自身が調べて買い付け候補に入れた商品のライバル商品や関連商品だけではなく、相場価格や売れ行きを調べるやり方もわかります。今回の動画参考になった方、高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。まず商品ターゲティングとは何かという話をさせていただきます。こちらの商品、透明のボディバッグ、英語だとクリアスリングバッグという商品を出す前提で話をさせていただきます。各商品ページの下の方にプロダクツリレイティッドトゥディスアイテムと呼ばれる商品一覧がありますが、左上に小さくスポンサードと書かれていることからもわかるように、これらは広告をかけたからここに表示されているものです。ではどのような広告をかけたらここに表示されるのか。まずオートターゲティングといって、 Amazon にお任せで自動広告をかけてもらう方法がありますが、広告をかける商品名に基づき、特定のキーワード群の検索結果上に広告をかける場合と、特定の ASIN と書きましたが個別商品ページに広告をかける場合があります。オートターゲティングをかけた場合でも Amazon のさじ加減次第にはなりますが、商品ページ下に表示される広告、それがこちらになります。もう一つ、今回のメインテーマなのですが、商品ターゲティングといって、特定の商品ページの下に広告をかけてくださいというカスタム設定も行います。それもこちらの商品ページ下に表示される広告です。次に、出品する商品にお客様がどのような経路でたどり着くのかを考えていきましょう。皆さんも Amazon や楽天で商品リサーチする際に、検索窓に検索キーワードを入れると思います。例えばスリングバッグというキーワードの検索結果は3万件以上の商品がヒットとします。これだけ多くの検索結果上でご自身の商品を上位表示させるのは難しいし、それ以上にスリングバッグという検索キーワードでなんとなくバッグ類を検索しているお客様がご自身の商品に関心を持つ確率も低いですよね。よって商品の一般名称だけではなく、例えばスリングバッグクリア透明といった特徴をもう一つ追記します。すると検索結果が1000件以上になりました。1000件から数千件、多くとも1万件以下の検索結果上であれば、商品を自然に上位表示させることもできますし、類似商品の相場価格や売れ行きを調べるのにも適しています。よってスリングバッグクリアの検索結果からご自身のページに来てくださるという可能性は比較的高いです。もう一つ、先ほど申し上げた商品ターゲティングのやり方で、別の商品を見ていたお客様が浮気してご自身の商品に来てくださるという可能性もあります。見ていた商品と類似性、親和性がある、すなわちお客様のニーズに合致していて、かつその商品よりも優位性、差別化、より良いポイントがあったからと考えられます。ではこの類似性、親和性並びに優位性、差別化というのはどういうことでしょうか。まずは類似性、親和性について考えていきます。スリングバッグクリアで検索すると1000件程度の検索結果に絞ることができました。実際検索結果を見てみると、入力したキーワード、すなわちスリングバッグクリアと合致した商品だらけの検索結果で、上位表示されている商品には広告をかけているものを除いてもそれなりにレビューがついています。要するにこの検索結果上である一定の条件、論拠に基づいて抽出した商品に広告をかけるのが商品ターゲティングです。ちなみにスリングバッグの検索結果は先ほど申し上げた通り3万件程度ですが、今回出そうと思っている商品、
クリアなスリングバッグの類似商品は全然出てきません。もう一つ、もしバッグクリアで検索したらどうなるでしょうか。実は検索結果上に透明のスリングバッグが結構出てくるので、一見良さそうですが、検索結果数を見ると10万件を超えてしまっていますよね。この検索結果は透明のバッグでどのようなものが売れているかをチェックする際には有効ですが、透明のスリングバッグの相場価格や売れ行きを調べるには不適切と言えます。話をまとめると、スリングバッグという検索結果は不適切、スリングバッグクリアという検索結果上は相場価格や売れ行きだけではなく商品ターゲティングをかけていく際に有益。バッグクリアは類似商品がたくさん出てきたものの、いかんせん検索結果数が多すぎますので、透明なバッグを探している人の中でスリングバッグがニーズあるんだという傾向はつかめますが、それ以上スリングバッグの売り上げや相場価格について掘り下げて調べていくには不向きと言えます。話をスリングバッグクリアの検索結果に戻します。自然な検索結果上でもスリングバッグだけではなく、クロスボディバッグ、タスキ掛けのバッグが出てきたり、リュックサックが出てきたり、スポーツバッグやウエストポーチのようなものまで出てきたりすることを勘案しますと、今回出そうと思っている皆さんの商品はもちろん類似品のスリングバッグからもアクセスがありますし、別の透明なバッグに興味を持っている方も比較的来てくれやすいということがわかります。なんとなくバッグクリアで検索した検索結果上でスリングバッグがたくさん出てきたことからも、別の形状のバッグとの距離感、すなわち親和性も高いと言えます。次に優位性についてです。皆さんが出品する商品が広告をかける商品よりも優位に立っていないと、差別化ができていないと来てもらえないんですね。一番わかりやすいのが商品の販売価格です。 17.99 ドルで販売する場合、スリングバッグクリアの検索結果上でそれよりも高いところに的を絞って広告をかけます。 21.99 ドルの商品、19.99 ドルの商品、こちらの画面ではこの3つよりも安く売っているので優位性があると言えます。具体的に私がおすすめしている商品リサーチツール、セラースプライトの Google Chrome 拡張機能を使って、一定の条件に基づいた商品だけをこの検索結果上から抽出して Excel ファイルにしてみましょう。地上分析を左クリックしてください。ご注意というウィンドウが出てきますので、読み込みをクリックしてください。市場レポートは作成できましたと表示されたら、今すぐチェックをクリックしてください。ログインが求められますので、ログインもしくは新規登録をしていただくと、こちらの画面が出てきます。右上、Excel でエクスポートするを左クリックしてください。閉めるをクリックしてください。ページが切り替わり、状態の縦列にエクスポート中と表示されます。このまま数分待機してください。しばらくしたら右のアクション下の矢印をクリックしてください。完成していれば状態の縦列が完成と表示されます。右のダウンロードをクリックしてください。こちらの Excel ファイルがダウンロードできました。下の方、商品集中度をクリックしていただくと、ランキング100までの商品がずらっと抽出されています。左上、すべて選択していただき、並び替えから並び替えをクリックします。最優先されるキーは価格カッコドルを選択していただき、順序は高順にした上で OK をクリックします。K の縦列、価格が高い方から順番に並び替えが行われました。今回販売する商品が 17.99 ドルですから、それより上、今黄色にした商品がご自身の商品よりも高く売っている関連商品となります。 B の縦列、こちらの A 芯を指定して商品ターゲティングをかけてください。あくまでもここまでピンポイントでかけるのは一つのやり方ですので、この検索結果の100商品すべてに商品ターゲティングをかけてみて、後ほど広告レポートをダウンロードして分析してから広告をかける商品ページを絞っていくというやり方もあります。というわけで、今回はお客様の動線経路を知る商品ターゲティングのコツについて話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。